プラットホーム7個駅は、かつて、青森県上北郡七個町アザザルダにあった南十、南部縦貫鉄道南部縦貫鉄道線の駅である。南部縦貫鉄道線の廃止に伴い、2002年8月1日付で廃駅となった。校内の基幹区七個町の中心駅であったが、町の中心からはかなり離れていたため利用者は少なかった。駅舎は、コンクリート作り、 二階建ての大きなものであった。駅舎内には、南部縦貫鉄道本社が入居するほか、売店もあった。南部縦貫レールバス愛好会が中心となって、当駅と、キハ縦系レールバスを同体保存しており、毎年大型連休などに、イベントが開催されている。アクセス、東北新幹線は、南部縦貫鉄道の森田牧場前駅営農、大学校前駅間を通っている。 このため、かつては、東北新幹線の7個東和田駅を、同鉄道と連絡できるように設置する計画があった。接続計画は、同新幹線の森岡駅北への延伸が正式決定する前から存在したが、延伸決定の先送りなどで開業が遅れる間に、南部縦間鉄道が廃止され、接続計画も消滅した。実際、開業した7個東和田駅は、 営農大学校前駅からわずか徒歩5分ほどの距離にある。なお、七子と和田駅と南部縦貫鉄道七子駅とは直線距離で 2.5km 以上離れている。ありがとうございます。